い、それでは資料の4を出していただきまして、予想問題を見ていきたいと思います。これは英語だけではなくて他外国語の皆さんにもとても重要な予想問題です。でこちらは日本語も全部ございますので、重要なものについてはこちらの日本語の回答も参照されてですね、ご自分の受験される言語で、用意をしていただきたいと思います。でも自然というと、もうさっきから何回も出て、今日本の気候ハイクロットもあるしていただきまして、もともかくこれはもう毎年ぐらい出てる節ありませんので、あと How big in Japan とこれ1個実は1回ぐらいしか出てないんですけども、まあ、一応見といてください。で、まあ、カリフォルニア州よりも少し小さいぐらいですよみたいな言い方ですね、はい。日本の今もまさに出てきます、まあ、トポグラフィカルなそういうものということで、これも山がちであるとか、ちょっとさっき申しましたけど、あ、 67% が山地、平野が 13% ですか。まあこういうふうな地形的なというか、火山も出てます。火山も別にこれはジオグラフィカルな特徴ではもちろん構わないと思いますけど、はい、次のページです。なぜたくさんの火山があるんですか。これ実は出そうで出ていないんですね。これで温泉がもう本当に極めて頻繁に、なぜ日本にはたくさんの温泉があるんですか。これは火山と関連がするわけです。すぐ下に温泉出てますけどね。だからこういう問題ぜひ出てほしい、出て全然不思議ないということだと思います。はい、で温泉がなぜ多くあるのかと、これはもう繰り返し出てます。でと同時に意外と出てないのが、なぜ日本地震が多いのか。まあ震災からこう1年とね、8ヶ月9ヶ月そんなに地震出てないんですけども、これあたりはもう出てるし、互いここではさっき見たように少し地震出てきました。あと台風、これ来るですね、梅雨はもう嫌っていうぐらい出るんですけども、この2006年からについてみると台風があんまり出てない。互いここでは出てますけどね、台風は出てない。台風出てほしい。次のページ。で春の魅力、出たのが実は夏の魅力が一回出たもんですから、で僕は予想問題、春夏が魅力があれば、じゃあ春の魅力、秋の魅力、冬の魅力とそれぞれに、じゃあ春ならばやはり桜もあるし、まあ、新緑がありますし、これ暑からず寒からずと、まあ、旅行に最適のシーズン、僕ももう決め打ちですよね。まあ、夏があって、秋、これもまあ暑からず寒からずと、こう美味しい食べ物があったりとか、紅葉、まあ、日光のなんかもう終わったのかな、今1週間前ぐらいでしたかね、一番いい時、ね、まあ、京都がすごいですね、報道ステーションでなんかねよくやってますけど。で冬っていうとスキーで、オーストラリアの人たちとかはね、フラノですか、北海道に誘致してます。それからあと、台湾の方々も雪見たことない方が多いそうです。一回、2年ほど前に僕、長野に、星の屋っていうところにちょっと行ったんですね。そしたら、中国語のがこう食堂でも飛び交ってまして、そして聞いたら、台湾の方から、でちょうど実は2月ぐらい、1月の終わりぐらいですね、で雪がこう積もってまして、だからもう台湾の方がもうとっても喜んでますよっていうことをね、宿屋 のお兄さんがなんか言ってもそうかと思ってですね、はい。次いきます。最も重要な人物、ここは徳川家康が出てるわけでますけどね、まあ、日本の歴史の中では日本人であるならば、まあ
家康出てきてもまあ別に構いませんけど、はい、これ無理やりペリーと言っても全然問題ございませんからね。あのジャパニーズでなければね、もうペリーで全然問題ないです。そしてはい、開国明治維新もう決まりましたね、はい、迷いはないです。で最も重要な歴史的出来事、これ明治維新当てたっていう感じですね、これね、はい、で外国人誰かもうペリーです、ペリーしかいない、はい、はい、次のページ。ここはまあ直球で明治維新を説明せようと。で日本の歴史の中で明治維新はなぜそれほどまでに重要なのかと、まあ、こういうことで、外国、要するに外国人の観光客が来れるようになったっていうのは今日本が鎖国しないからですよね。それはなんかペリーが来たから、ペリーが来たから、随分それはもう百何十年も前の話じゃないかと。でもまあつながるわけじゃないですか、ちょっと随分時は経ってますけど、それで開国をして日本の近代化が進んでと、で国際交流がね、こうできるようになりましたという、そういう話ですから、はい、とても重要なガイドでも明治し、あとその変化球で鎖国政策ね、いつその鎖国政策を終わらせたのかと、あるいはこれやと、直球変化球のこのちゃんとペリーが出てきます、よろしいですね、はい、くどいようなんですけど、これでまとめてください。次のページ。江戸時代はどんな、これは英語だけじゃなくて互い国語でも、はい、平安時代がどうでしたかとかね、やっぱり江戸が一番多いかもわかんないですね、こう聞かれるのはね。なぜか江戸が。明治ってね、ほとんど明治大正というのは聞かれてないんですよ。ですからまあ江戸時代要注意という感じですね。で予想問題で明治の時代どんな時代でしたか、そういう視点でこれが作ってある。で天皇と将軍の違い、これはもう筆頭でね、まあ、出てほしいっていう。だからこれは天皇の説明するから、将軍の説明するということで、ちょっとこれ300選違う、まあ、300選違った場合は300選覚えていらっしゃる方はぜひ300選の方を覚えていただければ結構ですからね。で次のページ。で、また鎖国とは何か、まあ、繰り返し繰り返しこの辺が出てきますけど、これはよく出ますよ、出る可能性が強いですよっていう意味で出してあるわけです。観光、富士山の魅力とは何ですか、まあ、これは全語学で、富士山よく出るわけですけど、まあ、これ300選を超える、まあ、このうん、でも結構ですからしっかり覚えておきます。で日光出そうであんまり出てないんですね、これね。でこれだからダークホース、これいつ出ても不思議だった。東京の場合はさっき京都のね問題出ますかっていう話あったんですけど、まあ京都よりは出やすい。だから福岡ではよく太宰府が聞かれるんですね。それは問題文にいなくても太宰府が聞かれるんですね。そういうことがございます、はい。だから東京では日光、あるいは鎌倉、箱根、富士五湖、まあ、こういったところを聞かれて全然問題ないんですかね。で試験官がふっとね、そういったところに振っても、まあ、そんなに不自然ではないという感じがいたします。で、そこでこれ、鎌倉を出しておきました。ね、鎌倉ついて、という感じ。で、日本庭園。取り入れてみたい。まあ、ここは三名園をね出してます。後楽園、兼六園とね、偕楽園ということで、あと庭園の特徴、日本庭園ね、山水庭園じゃないですか。あとはこう枯山水、龍安寺の石庭に代表される、それ300選できちんとやはり押さえておいていただきたい。庭っていうのは観光のやはり一つの、まあ、京都でもあるいはこう奈良のね春日大社にしましても。平安神宮と天龍寺のやっぱりお庭っていうのはとても私個人もとても好きなんですけどもね、一つだけこう僕はガイド研修で庭のね詳しい方の、ね、聞いた時に、ね、ああそうかと思ったんですけどね、
の覚えててください。お寺とかですね、神社のお庭というのは、そのこう参拝した人たちがこう歩いて、そしてこうあの鑑賞するように作ってるそうですね。金閣寺でもちょっとこうあの歩くじゃないですか。池のとこ見てて、池のこちら側から写真撮ったりとかして、それに対してあの二条城とかお城のあのお庭っていうのは、お殿様が上からこう眺めるように作ってるそうですね。あ、なるほどなというふうにあの思いました。それからあとはあの龍安寺にしましても、あの京都の場合借景とかあのそういったものについては、まあ縁側からですね、そのあのこう見るように作ってやると。最近報道ステーションでやってるあの紅葉のね、あれっていうのは大体縁側あたりからのね、こうあれが多いと思いますけど、ですからお庭もいろいろだなと。歩いて見るタイプ、縁側に座って見るタイプ、両人ならそうですよね。でお殿様のように上から、偉い人はだからお城、お殿様は歩かないんですね。上からこう見ると、だからそんなことを今度二条城に行ってですね、ちょっと庭を覗いてみてやってください。はい、次、東大寺について説明してほしい。まああの奈良ですと、やはり東大寺と、まあ、春日大社ですね、この2つがとてもポイント、特にまあ大仏のあるですね、東大寺、大仏、世界最大の木造建築というところが売りですからね、これ覚えておいてください。日本最古の木造建築が法隆寺ですよね、両方ともまああの奈良になるということですね、最大の木造建築。さっき伝統的なというお話もあったんですけども、最大と最古が東大寺であり、法隆寺だと。で、明治神宮、これは東京の、ね、観光の一つの目玉ですね。大体明治神宮、それからまあ東京タワー、まあ、スカイツリーができる前ですよ。ね、からあとは、まあ、皇居、ね、からあとはまあ秋葉原。買い物、あと銀座、あとは好みによってとかですね、まあ、そんな感じです。次、日本に多くの温泉地があるようだから、どれか先生、これも温泉はもうよく出ます。次のページ。で、東京観光するのにどこが好きか。もうなんか、東京で受験される方はね、もう基本の木ですね、これね、基本の木。これなんか港区には東京タワーって書いてあるの、これはもうスカイツリーにしてもらった方がいいかも分かりませんね。はい、ちょっとこれはもうスカイツリーにしましょうかね。まあその分あの東京タワー頑張ってる、夜になると分かんないですね。とてもあのイルミネーションが最近綺麗なんですね。あとは東京タワーの売りの一つは、そのスカイツリーが一番綺麗に見えるのが東京では東京タワーだ。ちょっとこう変化球ですね。ですからあの東京タワーも頑張ってると、ね、僕も皆さんも頑張る、東京タワーも頑張ってるという。あれ震災でちょっと上側の曲がったんですね、あれ。まあ直ってます。見ててください。曲がったのが。次、京都で観光するのどこも、これはあの去年も互い国語出てましたね。あと1000円以内で食事、京都でどこがいいですかとかね。なんか1000円って言われてました。あと奈良、同じ意味で奈良も伝えておきました。次、やはり世界遺産、これはやはりあの目にするあるいは耳にする機会も皆さんも多いと思いますけれども、これもいろんなところで私も まとめておきましたので、それ世界遺産要注意です。安く旅行したい、こういうあの限定でどのような、まあ、宿泊施設で泊まればよいだろうみたいな、民宿とかですね。あとまああの浅草のあたりにはね、割とやっぱ安いあのこう日本旅館なんかもあるみたいな。実は2年ぐらい前から僕よく浅草に行ってですね、あそこにこうなんかガイドのなんかたまり場みたいなところ、そこであの研修もできて作っちゃおうかななんて実は思って、不動産屋なんか行ったりしてたんですけどね、あの
ちょっと今中断してます。はい、失礼しました。はい、なんか そこだったら皆さんあの来てくださいね。メルマガでね。学生式とかね、なんかとかお餅ばらまきますからね。はい、次。伝統的なお土産。お土産も丸って。英語ではね、あんまり出ないんですよ。北外国ではそんなに出ないんですけども、昔よく出ましたね、お土産は。なぜか知りませんですけどね。まあ一応いつ出ても不思議ないです。やっぱ旅行者のね、一つの目的でも、現代的なもの、伝統的なものがあれば、次、まあ、なんか道に迷ってるとどうする?あなたはどうする?地震が起きたらどうすればいい?どんな機会にお寺に行くんですか?どんな機会に神社に行くんですか?お寺はよく聞かれるんですけど、神社はあんまり聞かれないんですよ、これ。不思議に。だからこれ、だから予想問題に入ってるわけですよ。よろしいですか?だからね。梅雨は出ても台風出ないね。不思議じゃないですか。だから、こう、神社。やっぱり、まあ、七五三とか、まあ、僕の方は初詣とかですね。あと、結婚式とか、そういうのが、で、これ書いてあります。次。やっぱ寺と神社の違い、これはもう、ちょっと不思議ないですね。はい。例えば、着物を着るんですね。これも何回も出てます。重要問題。ここでもう一回抑えるっていう感じ。ね、どういった時に浴衣を着ますか?そしたら歌舞伎と能の。これなんかもうね、もうゴールデンコースですよね。この芸能の歌舞伎の。こっちの方。芸者と舞妓の違い。芸者と舞妓はどこで見ることができるか。私よく前職はですね、ダンロットっていうタイヤの会社、神戸の本社で、副社長さんがイギリス人の方で、この方の社内の通訳と翻訳、カバン持ちありまして、である時イギリスから経理の役員の方、ダンロットってイギリスの会社なんで、もともとですね、接待、経理部長さんと副社長とね、祇園に行きまして、新郎さん、舞妓さん、若い人2人出ていらっしゃいましたね。で、当時僕のお給料は20万円結局ですか。で、その一人、僕は、なぜかちょっとね、それを、ちょっとこれやめときましょう。YouTube ちょっと出せません。すいません。はい。次。日本のハンコはどんな時に必要か。招き猫。祈願とは何か。はい。まあここはもうずっとね見てたり節分。正気とこれあんまり出てないんで最近ね。あと節分も出てませんね。このだからまあここに今出てるんだと思うんですけどね。この辺りだって出て不思議ないじゃないですか。正気とか5っていうか。まあ5はもう世界的にこう有名に、ね、なってきました。漫才落語。俳句と和歌の違い。これ俳句が場所が去年出てましたので、その流れで、なんか出てくる可能性があるかなという気がします。よく考えてみると、じゃあ芭蕉のこの句をね、一つかなんか言って、その説明しろっていうのを、その外国人の方も案内してるときに、そういうことが想定できるだろうか。ちょっと、特別に何かそういうね、こう俳句に興味のある方ならば、あるかもわかんないけども、普通はあんまりないのかな。という気がしますけどね。ですから問題作る方も苦労するんですよ。もうネタはもう出尽くしてるわけですね。その中でこう頭を絞って、あ、なんか入ってきたなっていう、そういう感じ。そういう感覚もね、問題を作成する側のやはりこう、まあ感覚っていうんですか、そういったことをやはり、ちょっとどっかにね、視点を持っていただくと、こう、なんていうか、こう、今まで皆さんが受験する立場ってね、
試験官なんかいじめられるかもなって、分かんないと困るな、そういう立場ではない視点を持つとですね、なんかそこにこう地平線がこうなんか開けてくる可能性があると思います。次、おみくじ。これ二重丸ですね。本当昔よく出ましたけどね。一次試験でも出ましたね。最近出ません。下駄通り。これ丸。なんで桜が好きかのことも何回も出てますけどね。次のページ。桜の花はいつどこで見られますか。これも重要ですね。これ英語で出てましたね。本音と建前は何ですか。僕の日本には勤勉ですが、なぜ勤勉ですか。そうかなっていう感じはちょっと僕はねあるんですけど、そうかなっていうね、まあそれ個人的なあれですね。はい、次。そうかなって。日本ではなぜ西洋の祝い事を祝うんですか。クリスマス、もうなんかイルミネーションが、まあ綺麗でいいんですけどね。クリスチャンじゃなくてもね、こう、そういう感じ。でちっちゃい子供なんか分かんないからね、今頃っていうか12月の終わりぐらいに、ね、教会の近くに行くとね、なんか飾ってあると、あれお母様教会でもなんかクリスマスやってるよってね、なんかそんな感じですからね、はい、最後、すき焼きとしゃぶしゃぶの違いなんですか。これはすき焼き説明する、しゃぶしゃぶ説明すればいいわけです。で違いっていうところに目をいっちゃって、頭を真っ白けにしないことですか。天皇とその将軍、それぞれに別個に説明すればいい、ね、お寺と神社、いいですね、はい、これで終わり。さて、一応今日のですね、予定なんとか、終了しまして、先ほど来申し上げてますように、2つの、資料ですね、それをまず中核にして、であとは残った2つについては参考資料ということで、ご自分で見ていただくということで、今の今日私の方でさせていただきましたこう順番を、皆さんもこれが準備されるときに追体験をしながら、そしていくつかの疑問点、自分いろんなところで あったと思うんです。それをはご自分なりに解決をしていただける、そういう道筋をね、今日はお話できたら一番いいなと、まあ初期の目的はタスクできたかなと、そういうふうに思っております。でも今日は長時間にわたりまして、ありがとうございました。皆様の合格を心より、お祈りいたしまして、私の講習会これで終了させていただきます。ありがとうございました。